はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。今回は HK416、フォーチュンの色吹きやっていきたいと思います。これね、クラメンが、オフイベじゃねえや。なんかね、アバの水晶のなんかモニターかなんかパソコンかな、なんか変なの買ったっぽくて、それでついてきたやつみたいです。知ってる人は教えてください。コメント欄に載せてください。でですね、どんな武器かと言いますと、ポニョの変形宇宙重機モデルということで、性能、ポニョのね、性能アップ版らしいっす。で、相談数も増えてるよと、32人。らしいっすよ。で、どのぐらいの強さなのかというと、見てください、ここ。レンシェルクがね、超鬼のように高い。このレンシェルク。これ、どのくらい高いかというと、M4 で 10.53。で、ディエマコの連射カスタムで、11.36。連射力上げるやつで。に対しての 11.11 と。まあ、こいつに関しては、おそらく、バーストバレルが主流じゃないかなと思います。つか、これつけてかなり集団がいいんで、多分問題はないかと思いますが、ディエマコの方は、どちらかというと、皆さん火力を求めたりもするじゃないですか。なので、あまりこう、ディエマコで、バーストバレル使うっていうよりも、こっちを使う人が多いと、僕は思うんで、そうなると、この武器、まあ、火力というか、レートが速くて、相談数も多くて、攻撃力も、まあ、そこそこあって、で、射程も高いと。こいつやばいんじゃない？最強なんじゃない？って思うかもしれないし、それをこれから実践でどうなのか、本当に実際にそうなのか、はい、それではこの殲滅でやっていきます。さあ、押し込まれておりますね。早速、さあ、美味しいとこだけ、もうめっちゃ攻め込まれてんじゃん。さあ、ガンガン行こう、ガンガン。で、ちなみにマジで電車力が、おお、飛ぶ前に殺すっていう、一発であんだけ4割近く持ってきてますね。 3.87 ぐらい持ってってるんでしょうか。で、連射力がマジでいいんだよ、こいつ。本当にね、押し切れるんですよ。頭一発で5割カット。まあ普通でしょう。見えない、見えない。ちなみに、エイムモードはあまり使う必要がないです。このように、連射力が超下がります。めちゃめちゃ頭もらった。なので、そこまで大きなメリットがないんで、いや、殺せなかった。見えない、見えない。なんであまりいらないのかなと思います。頭入れても死なないっていう。あ、チャット返したい。よし、めちゃめちゃ攻め込まれてる。やばいよこれ。さあ、威力が速い。色吹きですかって言われた後は、もう仕方ですよ。違うよってよ。よいしょ。さあ、めっちゃ絡まれるね、今日。最近やばいんだよね、絡まれ方が。さあ、その前にね、超押し込まれてる。どうにかしたい、この状況。いや、無理ー。もう半分より前いけてないよね。いや、飛んだし、半分より前にいけてない状況です。練習力がマジで良い。ただしかし落ちない。まあ2人から撃たれちゃったしね。多分あれ1対1だったら今勝ったな。クッソブレてたけど、それでもまっすぐ飛ばせるってのはすごい今優秀だったなと思う。来ないから。いや、痛い痛い。やばやばやば、グレーの数がやばすぎる。いやー、頭丸ってしまった。さあ、少しずつ少しずつ追い上げてる。ちょびっとしか入ってないですな。でも電子力が高いから、やっぱ近距離戦は強いよこれ。いや、全然っすな。
火力の低さが垣間見えております。9割カットだね。頭入れて胴体入れて9、8、9いってればいい方のレベル今のは。いやーこんなんだ。え、今倒してないの俺、奥。あ、味方が倒したのか。これ悔しい。はい、悔しいのでここでもう一回リベンジしたいと思います。大丈夫かな、また同じ感じだとこれボコられるよ。まあ今度はね、まあ、全然違うよ。もう一味も二味も違う俺を見せつけるぜ。おお、いやー、いやめっちゃ削ってるあれで。やっぱ入れる速度が速いから当てとけばとりあえず結構削れますよと。こういう風にね、頭をしっかり入れときゃ問題ないよと。いや、リロードはちょっと遅い。いや、かなり遅い方。マガジンチェンジ。さあ、これは無視しよう。9発でいけると思うんだよな。あー、きついな。うおー、見えなかった。全然爆発で左側が見えなかった今。おっと、美味しいとこもらっていく。いた。上がってきそう。来ないかな。いやー、当てたかったー。さあ、もうちょっと前にね、攻めていきたい。右側の方とか行きたい。全然出てくる開かねえな、これ、つうか。うわ、ブレブレ。ブレブレッツが、なんか反動を抑えるのが結構大変。いかない、あれは死ぬ。ああ、半分カット。体力があればいけたかな。いやー、もったいねえな、今の。ムシ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 。いや、きつい。でもめちゃめちゃ削れた。めっちゃ削れた。いいな、この武器。な、面白いな。レート速くて、いや、ちょ、無視したいな、そこ。あ、これは無理。これね、フロントしすぎると制御が不可能になるから、マジで気をつけなきゃいけない、そこだけ。フロートのしすぎはマジであかん。一旦やめて、また打ち直しが安牌ですね、これ。こういう感じ。今みたいな打ち方。これはほら、無理無理無理。これが無理なの、マジで。この状態がマジで無理。タップ打ちがね、確かできるはずなんだよね、それなりにこれ。ちょっとやってみようかな、いたら。あー、まあ、そこそこだね。なんか、超優秀ってわけではない。出てこれないように打ったんだけど。おお、なに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 、今の子。撃たれてんのに前前進してきたけど。全速前進、全速前進って、もう海馬社長の波だった今。強い。さあ、先ほどだ、撃って変わっていい勝負になっております。いいね。いいですね。やばい。このね、ここきついんだよな。痛い、グレネード痛いよ。やだ、無理。敵リス、敵リス、敵リス行こう、敵リス。さあ、あと10キル。いや、痛い、グレ。マジでもう、多すぎる。ピンポイントに飛んできますからね。詰めろってことですか、それは。よし。おお、終わってしまった。ラストキル取りたかったな。
あでもさっきとは全然違うね。スマグで 22.5 で、さっきが15の16ということでね、全然全く違かった先生やね。やっぱボコられてたしね、開幕で。もうよく分かんなかったから。しゃねしゃね。うん、どうまいってことで。あそれは置いといてね、この武器面白い武器です、すごく。レートがめちゃくちゃ速くて、ファマス見たくなんかこう、遠距離ができないみたいな武器じゃないから、すごい、なんだろう。やっ使ってて、ストレスがない。つった方がいいかもしれない。普通なら、その、レートが速すぎる武器だと画面ブレがすごくて当たんねーってなったり、それこそなんだろう、その今言ったその射程が短く設定されてることが多いから、その遠距離でそのレートは全然活かせないよっていうのが、こういうこれね、こういうこと。これしかも威力も低くてこう射程もないっていうね、そういうこともあるから、それって電車、その電車力が活かせるのはもう近距離中距離だけじゃんだったんだけど、近距離に近い中距離かなんだけど、こいつはどこでもこの強みを生かすことができるから、やっててストレスがないし、どこでも勝負できるってのすごくいいよね。近距離も強いで、要は火力が低い。こいつらよりは確かにこのメインであるボルトや、同じ系統の武器でね、ボルトやトウリュウより火力が低いんですけど、ただただでもこいつらよりレートが圧倒的に速いんで、火力負けしない、だから判定勝ちしやすい、かつ勝つ時は火ダメが少ない。こっちの方が弾打ってる速度が速いんで入るんですよ、ダメージが。なので、こいつは近距離戦もやれますよと。まあ、近中遠で強いなと思いました。ただね、ただレートで押せない、レートをうまく利用して戦えない距離というかシチュエーションだと負けてしまいがち。削りきれなくて負けることが多い。例えばどういう時かというと、本当にシビアな場所、頭半個しか出てないとか、まあ、ちょびっとしか頭1個ぐらい、さっきの頭1個ポジとか、ああいうところだとかなりきつい。だレートでいくら押しても頭って当たった判定と当たったモーションで頭に当たってすぐさま2発目って入らないんですよ。必ずモーションが来るんで、頭のモーション中って無敵状態なんですね、頭のダメージ、判定が。だからその状態でレートが速いからっつってすぐ2発目入ってももう意味がないんですよね、無敵状態なんで。逆にそういう時ってレートが遅い武器の方が有利で、2発目打つのが遅いんで、判定が終わ頭のモーションが、ダメージモーションが終わった後に入るんですよ。だから、こう、スパパンと入る感じができるんですけど、こいつだと3発当てなきゃいけなくなっちゃうとか、本来であれば終わってるはずが終わらないとかね。だから起きてしまうので、まあそういうデメリットもありますね、というところですが、僕は総合的にこいつは強い武器なんではないかなと思います。まあ、ぜひね、これをクラン戦とかでちょっと使ってみて、まあ、実際本当に どういう武器なのかをもっとね、調べて、またそのうち爆破の実況動画とかで出したいと思いますので、その時よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。